紬、そう、そして湊。愛するがゆえにすれ違ってしまう思い。完全オリジナルの切ないラブストーリー。涙必須の今季一押しドラマ、サイレント。今回のお話は、想が呼んでも振り向いてくれず、彼の耳が聞こえないことを受け入れられなかった湊が、直接話をしたことで、少しずつ溝が埋まっていった。けれども、湊の本当の心は、どんどん闇に向かっていきました。想をフットサルに誘い、同級生たちとも、これまでと同じように、仲を修復させようとしていたものの、湊は、紬に別れを告げてしまいました。次回第5話は、湊からの突然の別れ宣告に、紬は戸惑うとともに、気持ちの整理がつかないでいる。想もまた、湊の言葉を受け、二人の関係が崩れてしまったのは、自分のせいではないかと懸念していた。そして想は、古賀先生に相談することに。一方で紬は、春雄に湊の話をしていると、自分が湊のことをとても大切に思っていて、本当に心から好きだったということを実感することに。そして同時に、聞こえる聞こえないに関係なく、相手に思いを伝えることの難しさを痛感する。そんな中、紬の携帯に湊から着信が入り、今回第4話は4人が鉢合わせした気まずい状況から始まりましたね。前回は湊の気持ちに寄り添った描写となっていて、彼の高校時代からの思いを知ると、想への思いを怒ってないと言っていて、嘘でなくとも湊が自分の気持ちを封印して無理をしていたのは明らかでしょう。しかし、二人だけになり、想が彼の気持ちを察したかのように、家族の前でしか出さなかった声を出して話しかけると、雪が溶けたかのように、二人の間のわだかまりがほぐれていきましたね。冒頭早々、視聴者泣かせというか、この時の二人の心情に寄り添ってみると切ないですよね。また、二人が同じ気持ちなようで、やっぱり立場や状況の違いからか、当然理解し得ない部分も持ち合わせていて、それでも親友だったという過去の事実から、気を使いながらも理解しようとしている様子が、ひしひしと伝わる部分だったと思います。そして、その二人の会話の時に出たフットサルが、今回のポイントとなっていましたね。湊が誘ったことで、想が卒業して以来、高校時代の友達と再会でき、空白の時間を少しずつ埋めていくような感じでした。湊は、これまで想が聞こえないことを受け入れることができず、壁を作っていましたが、二人で話したことで、その壁はなくなったと思いきや、やっぱり湊は、本心を隠すのが得意なようで。光との会話で手話を覚えることを勧めたところに、彼の深層心理と今後のストーリーの伏線のようなものを感じました。フットサルへ誘ったのも、高校時代の友人たちと想を再び会わせたかったからではなかったようですね。湊はきっと、相当な覚悟を持って、このフットサル当日を迎えたのではないでしょうか。今回の感動シーンは、湊と想の男同士の熱い会話シーンでした。スマホのアプリを介しての会話とは思えないほど、二人の思いが通じ合ったようにも見えました。けれども、元彼、今彼の会話とあって、気まずさや言い出しにくさはあったと思います。湊にしてみても、これまでのお話では、想と再会した紬が
彼に気持ちがいってしまうことを恐れるくらい、取られたくないと思っていたはずなのに。二人が手話で仲良く話す様子を見るに耐えられなかった彼の気持ちに同情してしまいます。湊の気持ちは前回のお話からも伝わりましたが、想の本心はまだ見えてない部分がありますよね。湊や紬に対して二人の交際の邪魔はしたくないという言葉は出てきましたが、かつて本気で好きになって嫌いになったわけではない紬との再会や、耳のことを受け入れ一生懸命に手話を覚えてくれている姿を見た想の本当の思いは、ただの同級生にとどまるでしょうか。想の表情だけを見ると、紬に対する未練はありますよね。今回のお話では、湊が紬に別れてほしい旨を伝えました。これで二人の三年間の交際に終止符が打たれると、状況は変わります。三人の関係、運命は三年前にいろいろと変わってしまった。想の耳が完全に聞こえなくなり、紬と湊が再会し付き合い出した。紬が想にプレゼントしたイヤホンは三年前に壊れてしまった。イヤホンは三人の運命が変わっていく予兆であったのかもしれません。しかし、三年の時を経て再会を果たした三人は、かつてのような関係性に戻りつつあり、湊が身を引くことで、三年前に変わっていた運命が元に戻ろうとしている。ドラマの前半戦が終わり、次回から起承転結の章や天に差し掛かろうとしています。紬は今は恋愛対象として、湊を大切にしていますが、別れを告げられたことで、どのように気持ちが変化していくのかが見どころですが、予告の最後では、ノートに再会しなければよかったと書かれていて、そのシーンだけでもとても切なくなりましたね。三人の恋の行方はどうなるのか。次回第5話は、11月3日に放送となります。ぜひお見逃しなく。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。